はいどうも、はいどうも、今日またお昼を作っていきたいなと思ってるんですけど、今日はパスタ行こうかなと思ってるんですよね。サバ缶をね、サバ缶を使ったお手軽のパスタにしようかなと思ってます。ね、なんかサバ缶ね、どこでもありますもんね、安く売ってるし。そしてまたモネちゃん要素も入れて作っていきたいななんて思ってるんで、ぜひ見てください。では。今日は、パスタね、作っていきたいなと思ってます。まず、火をつけて、オリーブオイル。で、ニンニク。鷹の爪を、ここで。こんな感じで煮出していきますね。で、こうやってグツグツこう、油がね、言ってきたら、これ、ハムとベーコンですね。これを炒めていきます。今日は、モネちゃん用とも入れつつ、サバのトマトパスタを作ろうかなと思ってます。こんな感じで炒められていったら、これですね、ナス、モネちゃん用とナスね、で、ピーマンですね。これを入れます。これでまた一緒に。ここら辺でちょっと味を決めたいので、お酒。麺つゆ。で、胡椒も振ります。したの。こんな感じで炒めたら、次にそこにこのサバですね、サバ缶、サバの水煮を、こんな感じでサバ缶入れます。炒めていきます。こんな感じですね。で、こうまんべんなく混ざったら、ここにこれで市販のミートソースでいいので、この市販のミートソースを入れちゃいます。ケチャップを振って入れますね。これで煮立たせて、一通り煮立たせれば、そう、サバトマトのパスタのソース完成です。はい、どうもこんにちは。まずモネちゃんなんですけど、モネちゃんの話なんですけど、今週ですよね。今週結構いろいろまた出るんで、その話をしましょうか。20日ですね、水曜日。いや、水曜日じゃない、火曜日だ。20日の火曜日は、ありえへん世界に出るらしいですね。これは、あれですね、関ジャニの番組ですよね。18時55分からですって、テレビ東京ですね。あともう、10月22日木曜日ですね。これは19時58分から。同じくテレビ東京。なぜそこに2時間スペシャルですって、ここには北王子金谷さんと一緒に出るみたいですね。グリーンバックでってなってるんで、もうあれですね、じゃあ CG 使ってるんですね。まあ要するに、これは何なのかっていうと、全部、また記憶操作の番宣ですね。テレビ東京なので。だから記憶操作がまた始まったので、また今度はそれはそれで、モネちゃんまた番宣に走りまくるって感じですね。だから番宣多いですよね。この前まではね、トロールズでもう出まくりだったんですけど、そこが一旦収まったところで、今度は記憶操作の番宣になってるって感じでしょうね。ね、最近そういうのが多いんで、モネちゃんはバラエティ慣れしてきてる感じがあるので、またね、楽しい感じで見れるんじゃないのかなと思ってるので、今週もちょっとね、いろいろ出るみたいなんで楽しみですね。まあそんな感じです。また、じゃあ、応援しましょう。ということで、ではでは。うまい！